我は魔を下す戦に雑魚ども邪魔をするな。ダメ、マキシマム召喚。いてよ天帝竜樹ユグドラゴン。おや、一日中世話しない不自由な労働者が吟遊詩人の楽しみを邪魔する機会。私はスケール1のレッドデボルとスケール9のホワイトフラワーでペンドラムスケールをセッティング。戦いは最もたやすいことだがな。その美しくも大しき翼翻し、光の速さで敵を撃て。シンクロ召喚、クリアウィング、シンクロドラゴン。リーウェにはあらゆるところに導火線がある。こうして火をつけてやれば。レベル1の邪精トークンとレベル4の極精霊リョースアルブにレベル5の極精霊デックアルブをチューニング。シンクロ召喚、降臨せよ極真王ロキ。魔と神が入り乱れしこの世の中、己と天下を見極め属性を知見する。オイラはレベル8のロボライオンとロボエレファンをオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。現れろガクター・アイズ・ファッパストラゴン。さあ、ソギザの用意はできてるでありますか。国土錬金術の語源、命の源なり。白亜、無垢なる土から原初の人間を創造する。自分は天遊星怪奇と破傷星イダテンを融合。天に溶けし者よ、悠久の覇者よ、重ねし力で天下を取らん。融合召喚、来いレベル12可動性シュラ。俺は別に驚かなかったぜ。こんなの俺にとっちゃ日常茶飯事だからな。ごめん。謝るなよ、お前のせいじゃない。では俺のドローで大掃除を始める。カードを1枚セット。おっと、いけない、デュエルディスクに汚れが。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、起きて守らない。逆巻く銀河、今こそ怒涛の光となりて姿を現すがいい。ネオギャラクシーアイズボトンドラゴン。僕はチョウン、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪水に対して使う総称だ。僕のターン、ドローだよ。100年の古木刀を召喚。支配権を発動。このターン、モンスターで攻撃できなくなるが、自分のフィールドに地属性。好きに答えるがいい。一つ目の質問だ。モンド城の流災は貴様とウェンティと名乗る風神が解決した。所詮我が記憶の道化に過ぎぬか。消え失せろ遊戯、ハイパーアルティメットバースト。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。100個目の神の目を奪うメガリギスケのことか。ランクアップエクシーズチェンジ、限界突破だ、希望をホープ、ビヨンドザホープ攻撃だ。このモンスターは相手のカード効果を受け付けない。失礼しました、
私はこの不墓黒の天守、白術です。こちらは長生、悪意はありませんからご安心を。さて、七のおふざけに付き合ってくれたことはさておき、そう、これがレッドアイズブラックドラゴンのヒナ、黒竜のヒナの特殊効果発動。このカードを墓地に送ることで手札からレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、そのまさかだ。大式竜、その凶暴なる牙を今銃弾に変え撃ち抜け。シンクロ召喚、いでよレベル8、バレルロード、サベージドラゴン。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、これで生贄が3体揃ったぜ。行くぜ、ラバーゴーレム、ロケット戦士、パンサーウォーリアーの3体を生贄にして、ギルフォード・ザ・ライトニング召喚。こいつが貴様の息の根を止めるぜ。覚悟しな、マリク。はい。お話し中、僕も参加していいかな。前回は戦艦軍もいたから、隣国を救った英雄に手は出せなかった。せっかく再会したし、ついでにやろうかと思ったが。絶対なる力となろう。融合召喚、現れろ。レベル10、アンティクギア、カオスジャイアント。地位を狙っていた一族たちも苦労しなかったでしょう。神里流、水友。10代、確かにネオスは素晴らしいヒーローだ。これこそお前を倒す僕の必殺の剣、ヘビーストームブレード。誰かが私の計画を漏らしていたようだけど、君たちは逃げなかった。ボーマン、あなたは弟のハルを倒したのが私たちだと知っているのでしょ。まったく、最後の最後で武力を使って抵抗する人がいるんだよね。でもすることができ、その効果で俺はデッキから2枚のカードをドローする。そして俺はレベル1のトリオン3体をオーバーレイ。ほのかな苦味で独特の香りを漂わせる。強い毒はないが、環境認知に変化をきたす。この効果で破壊したモンスターの数だけ、さらにビシュヌは攻撃できる。破壊したモンスターは3体。この件の調査が完全に終わるまでは軽率な行動を取るな。さもなければキャンディスですらお前たちを守れないだろう。行くぞ、私のターン。ゴロー、私は手札からダブルランクアップマジックホープフォースを発動。半日だけですか。北国銀行は民の血と涙で回っていると言いますが、市長殿の価値観は。王者と悪魔、今ここに交わる。神経召喚、いでよスカーレットノバドラゴン。つけたとはいえ、彼女の犠牲は惜しい。それでも俺たちが歩みを止めることはない。ロットーレ、スカラマシド、私には全てが見えます。この時、守護神の舞の効果により選んだカードを墓地に送り、さらにカードをドローできる。理性では理解できないほどの神聖な知識、神の眼差しを征服した彼は新たな一歩を踏み出す。私のターンです。ドロー。私はシンメトリーロールシャッハーを召喚します。ロールシャッハテストというのはご存知ですね。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。ファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。僕に必要なのは悲鳴なんだ。僕が落ち着くのは。
僕にはもっともっと悲鳴が必要なの。